里崎チャンネル。こんにちは。さて今日は何を話しましょうか。はい、今日はですね、はい、ちょっとあの思考をちょっと変えて、はい、お遊び企画っていうか、まあ、あのラジオ感覚で聞いて楽しめる企画です。はい。はい、佐々木智也が、レジェンド OB で対戦してみたかったベストナインです。対戦じゃしたことがない。だから一回も対戦したことない人限定。はい、だから対戦したことが一回でもある人は含まれない。はい、除外と。だから公式戦ね。はい。一回でも対戦したっていうと、もうそこだったらもう分かるじゃんね。一、はい、回対戦してみたかったっていう。うんうん、の OB ってことですね、じゃあ。そうそうそう、はい、レジェンド OB。レジェンドだって。はい、じゃあキャッチャーから。はい。達川さんですね。ああ、達川さん。へ、はい、あ、そうかそうか、全然対戦してないんですね。そうそうそう。うん、あと古田さんとか、はい、伊藤さんとか谷繁さんとか、はい、最近のレジェンドの方はやっぱちょっと対戦してるんで、うんうん、まあ、その一つ前の世代になるんですよね、やっぱ対戦してないってなると90年代。うんうんうん、はい。前半が、はい、まあ、80年から90年代前半にかけてが、うん、もう全盛期の人たちが一回も対戦してない部類になるん で、うんうん、でそうなってくると達川さんですね。はあ、なんでかっていうと、はい、トリッキーな演技を対戦してみたかったっていう、当たってないのに当たったみたいな。あ、私現役時代もちろん見てないんですけど、そういう感じだったんです。そうそうそう、だからまあ、表現はですけど杉谷みたいなリアクションとか、そうそうそう、当たってないけど当たったみたいな感じで言ったりとか、はい、よく珍プレー、好プレーに出てきたりとか、はい、するんで、はい、でも結構勉強家やっていうところは聞いてたんで、うん、野球に対しては、はい、どういう配球をするのかとか、はい、身近で見たかったですね。しかもあの時大野さんとか川口さんとか笹岡さんとか、はい、すごいいいピッチャーがカープもいっぱいいたんで、うん、その中で、うん、どういうリードしてたのかとか、はい、キャッチャーとしてどうなのかとか、うん、バッターボックスで詐欺師的な、うん、雰囲気はどう出るのかをちょっと一回見てみたかったですね、間近で、うん、どういう感じなのかっていう、はい、ちょっと興味本位で、はい、興味本位でっていやいや見てみたい、だって、はい、チームプレーコープレーテレビで見るだけだから、はい、本当にそこまですんのみたいなね、うん、でもチームプレーコープレー出てるってことは映像残ってるじゃないですか。そうそうそう、だからああ当たった当たったみたいな、あ当たってない当たってないよ当たってないよって審判に言われるとか、ね、はい、だから達川さんかなっていう、はい、キャッチャーは、はい、でね、ファースト、落合さんですね。うーん、三冠王、はい、落合さんは確かね97年か8年かに日本ハムで引退してるんですよ、はい、だからもう僕とほぼ入れ替わりぐらいなんですよ。そうですね、プロ野球でいうとそうです、ね、でも3度の三冠王ですよ、うん、はい、すごいですね。いや、すごいっすよ。そのやっぱ落合さんだって、落合さんが見逃せば、はい、全部ボールになるっていうね。うん、おじいさんが見逃したいからボールでしょっていう審判もボールって言っちゃう。審判もそっちで判断してる。そう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 っていう都市伝説もあるぐらいで、三冠王でしょ、うん。対戦してみたかったですね。そうです。本当に穴はないのかとかね。ああ、その中で穴を見つけてやるっていう。そうそうそう、それをしてみたかったです。三冠王ですもん。うん、僕で松永さんでしょ。はい、松永さんもすっごいエグかったですけど、うん、そう三度の三冠王のおじいさんで、やっぱりね。うん、右でっていうともう史上最高って言っても過言じゃないぐらいのバッターですから、はい、うん、対戦したかったですね。そういう方々ってどういう感じだったんだろうって、まあ、直で見たらまた違うんでしょうね、うん、テレビで見るのね、うん、で軽く振ってスタンドとかもあるから、はい、そう、もうめっちゃ研究したかったですね。うん、落合さんは、はい、セカンド、はい、高木豊さんですね。おお、どんなもんか見てあげたいっすね。見てあげたいっすね。あと盗塁王も取ってるじゃないですか、はい、どんだけ足速かったのか見たいです、うん、そうですね、はい、あれトリオ、スーパーカートリオ、ね、うん、どんなにすごかったのか、はい、知らないんですよね正直。豊さんどんな成績残してるの。いや、それぐらい巨人戦とかしか出てこないから、あの当時の太陽とかね、はい、盗塁はね56個最多盗塁王とか、でも321個盗塁、はい、でもホームランは88本、うん、でもまあ2桁は打ってるし、障害打率が2割9分7厘、うん、高いですよね。もう、うん、すごい。で、盗塁王1回、ベストナイン3回、ダイヤモンドグラブ1回、うん、だ常に3割近くずっと打ってるってことですよね、うん、オールスター8回か8回、うん、あ、オールスター MVP が1回、うーん、おー、結構すごい。知らないんで。いや、そんなんだって人のやつとかウィキとかそんな見ないじゃん、まあ、そんなに詳しくは全然見ないですけどね。結構すごい、うん、そうですね、ちょっと対戦してみたいですね、はい、やっぱり体感したいですね。
盗塁を刺す。そうですね、あと打たせないっていうね、うん、はい、でも盗塁士も 1,2,3,4,4 回リーグトップ取ってるんで、ほぼ3割打ってるのもすごいな、うん、だから日本ハム行かなかったら、はい、障害打率3割で終われてるんじゃん。あ、そうかもしれないですね、うん、太陽で終わってて、はい、実動が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ね、うん、ちょっと対戦してみたいですね。こう数字見たらよりどんな感じか、はい、うん、ね、今はのんきなおじいちゃんみたいな感じになってますけど、のんきなんで今を見るとこう現役の時って想像がね、つかないですよね。そうですね、うん、今はちょっとね、僕も人のこと言えないですけど、あんこ型になってるんでねで、ね、サード、はい、サード、はい、サードはね、掛布さんですね。あー、掛布さん、やっぱりあの僕の子供の時だとやっぱ江川、はい、掛布の対決とか、うん、エグかったですよね。ミスタータイガースじゃないですか、はい、ちょっと対戦したかったですね。だって 1,2,3,4,5 年連続全試合出場、ホームラン349本、お、打点が1019、通算打率2割9分2厘ですよ。打ってますね。ホームランを3回、打点を1回、最多出塁数2回、うん、ベストナイン7回、ふう、すごい。でも掛布さん対戦してみたいですね。そうですね、うん、現役時代を見てみたいと、うん、88年まで現役だったんだ。これでね、うん、誰か僕の対戦してみたい人でね、チーム組んでパワープロで戦ったらどうなるのか見てみたいですよねあ、面白いです ね、はい、じゃあ次ショート、はい、誰だろう。ショートはですね、うん、高橋義彦さんですね。おー、義彦さんも、はい、義彦さんね、今ね、うん、あの吉田正尚が24試合、はい、連続ヒット、うんうん、継続中ですけど、はい、吉彦さんが今日本記録なんですよ。33試合かな。そうなんですか。はい、でスイッチヒッターで、へー、吉彦さんだってエグかったらしいですもん。73盗塁ありますからね。1年で73盗塁ですか、うん、ほぼ2試合に1回絶対盗塁してるっていう感じ、うん、そうですね、うん、本当に73盗塁すごい。しかもスイッチヒッターで、はい、初期のスイッチヒッターでやっぱ1番じゃないですか、吉彦さんが。そうなんですね、うん、そういったところはやっぱり、うん、やっぱ対戦してみたいですね。もう想像できないんで、はい、どんなにすごいか。なんかちょっとこう前の方ってまたプレースタイルとかも今とまた違うかもしれないしね。そう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 、間近で見てみたいですね、うん、で次が外野、はい、イチローさんですね。あ、イチローさんと対戦したことないんですよ僕。でも現役時代は重なってます、ね、重なってるんですけど、僕一軍に上がる頃、はい、イチローさんメジャー行っちゃったんで。あ、そうなんです。同じチームもあるんですけど、はい、イチローさん対戦したいですね。あ、一回ね、ミーティングはしたことあるんですよ、うん、その僕は対戦してないんですけど、はい、あのそのロッテのミーティング、はい、投げていいところストライクゾーンなかったですよ。へー、そんなんでどうやって抑えんねやみたいな、うん、だからね、この紙で言うと、はい、こういう感じで書いてて、こういう感じでこの斜線のところに投げろみたいな、はい、ストライクゾーンないじゃん。ないですね、全部インハイ、はい、アウトローのスライダー、低めフォーク、うん、アウトコースの高めからコースっていう、うん、全ボール球、これどうやって抑えんやと思って、でもカーブにさせるしかないってことですね。だそこ投げるって、そこ投げられへんやろみたいな、はい、っていうぐらい感じだったし、でイチローさんはホームランは本当にいつでも打てるらしいんですよ、うん、試合でも、はい、でもだからホームランをメジャーでも40本ぐらい打つのが簡単にできたらしいんですけど、はい、そうなるとヒットが打てないから、うん、やっぱそのヒットに特化するような打ち方したらしいんですけど、はい、だからそれが証拠としては、うん、節目ってほぼホームランなんですよ。へー、イチローさんの何千本安打とか、はい、うん、なんとかってほぼホームランなんですよ、うん、それはもう狙って打てるっていう。よし、じゃあ今日は1000本目だから、うん、1000本目ホームラン打っちゃおうみたいな感じで。へー、すごい。でも自分でだから選べるってことですね。そうそう、だから節目節目にホームランはもう圧倒的に、まあ全部じゃないですよ、はい、でも圧倒的に多いらしいですよ。あ、そうなんですね。だってあの WBC もアメリカ行った時に、うん、初戦アメリカ戦で、はい、先発20勝投手のPBっていうピッチャーで、うん、アメリカなんて大したことないんやぞっつって、はい、いきなり先頭打者ホームラン打つっつって、ほ、打ってくるわっつってホームランっつって、いきなり先頭打者ホームラン、うん、すげえみたいな。すごいですね、もう天才としか言いようがないですね、うん、それもの伊調さんと対戦したいですよね、うん、どんな見え方するんかっていう。同じチームはあるんですもんね。ああ、でも対戦したことないんですよ。でもこう打席とキャッチャーにいたことないってことですね。あとは全然違うじゃないですか、うん、あとやっぱりもう一人はやっぱり松井秀喜さんですね、はい、ああそうですね、あ、ないのか、ないんですね。公式戦はないんですよ、一回も。オープン戦一回だけあるんですけど、はい、あの1打席だけ、うんうん、その時もあのインコース見逃したと思ったら、そこから振り出してホームランです、はい、見逃したと思ったのに、はい、でもそれは普通見逃したと思って出てきてもファールなんですよ、それホームラン、うん、しかも初動ほぼなし。そんなに、そう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 、
まあ、その時僕もまだペーペーだったんで、はい、今と認識が違うかも分かんないですけど、はい、だから公式戦だったらもっとやばいってことでしょ、はい、対戦したかったですね。手抜いてそれぐらいってことかもしれないですもんね。すごいですね。で最後の一人は秋山さんですね、はい、あー秋山浩二さん、はい、だって40盗塁40本ホームラン打てるって言われてて、うん、まあ打てなかったんですけどね、はい、40-40が一番近いって言われてて、うん、でホームラン打ってバク転でしょ、はい、ちょっと対戦したかったっ、ね、身体能力えげづらいじゃないですか。えげづらいですね。やっぱそこはねやっぱ対戦したかったっすね、うん、へー対戦したことないで言えばだから、うん、じゃあ最後ピッチャーですけど、はい、野手で言うとキャッチャーが、はい、達川さん、ファースト落合さん、セカンド豊さん、うん、でサード掛布さん、うん、でショート吉彦さん、はい、で外野が松井秀喜さん、一郎さん、で秋山さん、だからレフト松井秀喜さん、センター秋山さん、ライト一郎さんですね、はい、おお強い、おいやもう最強じゃないですか。うん、全員を現役にしたら、うんうん、でも対戦したかったっすね。そうですね。残るはピッチャー、はい、誰だろう。ピッチャーですね、はい、桑田さんですね。はあ、桑田真澄さんですか。そのまあ一番の理由は、うん、あの野球教室とかも引退してから一緒に行かせてもらうことがあって、はい、でそこはその地域のアマチュアの軟式野球チームの人と、うん、そのなんか親善試合をするっていうのが午後のプログラムであるんですよ、はい、でその時に小松さんとかいつも投げててブルペンで受けたりもしてたら、はい、今ですよ、何球ですよ、はい、今でも構えたところにしか来ないんですよ、どの球種も、まっすぐ、シンカー、シュート、カーブ、はい、スライダー、スプリット、ほぼ構えたところ、今でもよ、今でも投げられるんですね、めっちゃいい球で、しかもほぼ構えたところに全球種来るの、変化球、はい、めっちゃコントロールいいわけ。今でも練習してんですかね。わかんないけど、しかも何球で。へえ。しかもめっちゃキレキレなのに、はい、何球なのに。うん、これ全盛期、高級。はい。いや対打てっから対戦したいみたいな。ああ。こんなコントロール良くてこんな投げれんのみたいな。はい。いや確かにそんな球ってこう見てみたいですね。うん、それをちょっと打席に立って体感してみたいですね。はい、うん。あの変化球も含めた球を。はい、うんうん。いや本当映像で見るのと全然違うでしょうからね。立ったら全然違うんですよ、また、対戦で。野手の人はキャッチャーですけど、はい、ピッチャーの人はバッターで、はい、もしくはキャッチャーで受けてみたいですね、小松さんを、うん、球を取ってみたい、現役時代のもう全盛期を、はい、どんな面白そうなのって面白いと思うんですよね、はい、うわーってなるんですかね、うん、これが僕の、はい、だからいろんな人に聞いたら違うと思うんですよね。まああんまりね、うん、古すぎてもちょっと王さん、まあ王さんとかも対戦したいですけど、はい、なんか王さん、野村さんとか沢村栄治さん、長嶋さんとか、はい、あの杉浦さんとか、うん、そうなってくると、はい、ちょっとあのリアリティないじゃないですか。なんかもう本当にもうレジェンド上から言っていけばみたいになっちゃいますもんね。だから僕が、まあ、子供の時に見たことあって、はい、まあ、80年代から90年代前半にかけて活躍された中での人をメインに今回選びました、うん、はい、面白いですね。だからまあ誰かがね、うん、まだパワープロでチーム作って、はい対戦してくださいよ。そしたらまあちょろっと影から見ますから。はい。はい、お願いします。